トマス・ホッブズは、新京都革命から、王政復古期にかけてのイングランドの哲学者。17世紀の近世哲学にあって、ルネデカルトなどと共に、機械論的世界観の先駆的哲学者の一人で、あり、バールーフで、スピノザなどと共に、唯物論の先駆的施策を行った哲学者の一人で、ある。政治哲学者として側面は広く周知され、 人工的国家論の提唱と社会契約説により近代的な政治哲学理論を基礎づけた人物として一般的に知られる。王太子時代のイングランド王チャールズ2世の家庭教師でもあった。イングランド国教会の聖職者の子として生まれる。1588年、スペインの無敵艦隊襲来というニュースにショックを受けた母親は、 産家好き、予定より早く出産した。このため、恐怖と共に生まれたと言われる。オックスフォード大学を卒業した後、デボンシャー伯爵家に、家庭教師として使える。心境と革命前の1640年に、自分の身を案じて、フランスへ亡命し、後に国王となった、チャールズ2世の家庭教師を務める。最もよく知られる著作。 リヴァイアさんは亡命中に執筆し、イングランド内戦が終結して、オリバー・クロムウェルの統治下にあったイングランド共和国に帰国した1651年に刊行された。ベーコンやガリレオ、デカルトラと交友があった。1655年に出版した、物体論でコーポレ内で、遠赤問題の解を見つけたと公表し、数学者のジョン・オリスとの論争に発展した。 ホッブズの哲学は、通り系を元に構築する、幾何学的な考え方を元にしていたが、遠赤問題については終始、本質を理解することができず、誤りを自覚できずに死ぬまで激しい論争を続けた。刑事上学においては、有意物論の立場に立ち、その考えは、物体論において展開された。また、デカルトから、 政策の批判を書くよう頼まれた時はその立場から批判を行ったが、自身の哲学への振り返りと返したデカルトからの反応は冷淡であった。リバイアさんは、ホッブズの代表的な著作であり、17世紀ヨーロッパにおける国家理論の白美である。この著作によって、同時代の王党派からは無心論者であるとされ、共和派からは先制政治擁護者と見られた。 現代に至るまでホッブズの評価は屈折しており、相反する立場から全く異なったホッブズ感が提示されている。この著作は、権威を、いかなる行為でもなし得る権利と定義づけており、国家の権威主義を擁護した論説であるという側面がある。ホッブズは、前提として、人間の自然状態は、闘争状態にあると規定する。 彼はまず、生物一般の生命活動の根元を自己保存の本能とする。その上で、人間固有のものとして、将来を予見する理性を想定する。理性は、その予見的な性格から、現在の自己保存を未来の自己保存の予見から導く。これは、現在ある食料などの資源に対する無限の欲望という形になる。なぜなら、人間以外の動物は、 自己保存の予見ができないから、生命の危険にさらされた時だけ自己保存を考えるからである。ところが人間は未来の自己保存について予見できるから、常に自己保存のために他者より優位に立とうとする。この優位は相対的なものであるから、再現がなく、これを求めることはすなわち無限の欲望である。 しかし、自然世界の資源は有限であるため、無限の欲望は満たされることがない。人は、それを理性により予見しているから、限られた資源を、未来の自己保存のために常に争うことになる。またこの争いに、実力での決着はつかない。なぜなら、ホッブズにおいては、個人の実力差は他人を服従させることができるほど、決定的ではないからである。これが、 ホッブズの言う、万人は万人に対して、狼、万人の万人に対する闘争である。ただしこの前提は、ともえだ高彦らの批判もある。ホッブズにおいて、自己保存のために暴力を用いるなど、積極的手段に出ることは、自然権として、善悪以前に肯定される。ところで、自己保存の本能が忌避するのは、死、とりわけ他人の暴力による死である。 この他人の暴力は他人の自然権に由来するものであるから、ここに自然権の矛盾が明らかになる。そのため理性の予見は各自の自然権を制限せよという自然法を導く。自然法に従って人々は各自の自然権をただ一人の主権者に委ねることを契約する。だが、この契約は自己保存の放棄でもその手段としての暴力の放棄でもない。 自然権を委ねるとは、自然権の判断すなわち理性を委ねることである。ホッブズにおいて主権は、第一義的に国家理性なのである。また以上のことから、明らかなように、自然状態では、自然法は貫徹されていないと考えられている。ホッブズが展開した国家理論は、キリスト教会社会のカルバン主義のそれに似た自然状態を想定し、 そこから人工的に国家モデルを作り上げたという点では近代国家理論の先駆けであった。前提の自然状態を想定した上に契約進学が設定されたように現実の国家社会との間に社会契約を設定するという理論が発展する。このことはホッブズ以前の社会契約が規制国家の説明原理にとどまり基本的に 支配イコール服従契約と見ているのに対し、平等な個人間の社会契約による国家形成という新しい視点を開いた。またこのような社会契約の要因として、人間の自然理性を重視していることから、啓蒙主義的な国家理論であるということができる。ホッブズの理論を批判的に継承したのは、ロックとルソーであるが、両者とホッブズとの決定的な違いは、 ホッブズが自然状態において自然法が不完全であるとするのに対し、両者は自然状態においてすでに自然法が貫徹されていると想定していることである。このホッブズの政治理論の性格及び歴史的意義については現在4つの主要な解釈がある。絶対主義の政治理論説以下の3点を主要な根拠として、 ホッブズの政治理論が絶対主義要請を支持するものであるとする説。近代的政治理論説以下の2点を主要な根拠として、ホッブズの政治理論が近代的で民主主義的な国家理論であるとする説。伝統的政治理論説以下の2点を根拠として、ホッブズの政治理論が伝統的なキリスト教倫理思想にのっとっているとする説。 自然状態的政治理論説以下の2点を根拠として、ホッブズの政治理論が究極的に自然状態の理論であり、闘争の政治理論であるとする説。この中で、1と2の見方が古典的で、現在でも有力な説である。ありがとうございます。